はい、えー、それではですね、えー、ユニット2の方ですね始めていきたいと思います。はい番番ですかね78番ということで ACD が間違いですよと ACD というのが間違いですよということですね。えー、これ共心薬というのはあの講義の方でねちゃんと扱わなかったからあのこれできなくて当たり前ということで全く問題ないですここから、えー、今この問題を通じて押さえていっていただければ大丈夫です。 でえー、おのおのおこれ主語違うよということですね。えー、A の説明というのはこれ,れ、えー、霊王格が入るべきではなく六条というもの。で、えー、C は五王というものですね。でで、えー、人工というものではなくて真珠が正しいということですね。えー、おのおの、まあ、主語が違うということで、えー、この問題はあおのおの ACD が×××××と。 ということですね115ページのところからですねちょっと強振薬のところの説明をですね見ておきましょうか115ページの下の方ですね心臓などのですね器官や血液に作用する薬というカテゴリーの中で1番目にですね強振薬というものが出てくるということです。 で、えー、動悸息切れ着付けというものがありますけれどもこういったものに対応していく薬ですよということですね。116ページの百十六ページの下の方ですかね。えー、116、えー、ページの下の方ですね。狭、え、心、ー、成,成分ということでこう出なかったんですけどねこの問題では出なかったけど一番。 こうメジャーなものというか過去問ではよく見かけるというものですねセンソというものですねヒキガエル科のシナヒキガエルなどの毒性の分泌物ねカエルが持っている毒ですねこれを使ってですね共心作用というのをしていくと、まあ、毒なわけですよね。 毒まさにまあお薬っていうのはまあ毒性があるというものなんですけれどももうダイレクトにね毒って言っちゃってて言ちゃんかねこのヒ <laughs> きガエルのなんていうのかなこうぼやんとした顔のイメージですね「センソ」っていうお名前のですね、えー、なんかなんていうのかなこうしわくしゃになったような顔のイメージですね「センソさん」っていうねカエルのイメージで覚えましたけれどもあの。 これ微量であったとしてもでも怖いんですねえ強いですね強心作用センソさんちょっと怖いんですね怖いんですね強い強心作用でえ口の中で噛み砕かないように注意ですね舌がもう麻痺しちゃうくらい強いんです舌が麻痺しちゃうだから噛んじゃいけませんよということですね噛んじゃいけませんよということですねこのように書いてある しかもこれ強いもんだから強心作用強いもんだからあんまり飲み過ぎちゃ危ないぞとね毒を入れるわけですからねまさにカエルが持っている。ですね。1日これですね 5mg を超えていかないようにこれはもう劇薬に指定される危ないお薬だよというふうにですね表示がされる劇薬ってなると「劇」っていうね赤い字でですね書かれますよね。 危ないぞということで、激悪という風に定められていくと、5ミリを超える場合ですね。激悪に指定されることもあるということですね。あとは、この辺り出ましたかね、蛇行5 6乗ということですね。はい、えー、見ていくと、117ページですかね、117ページですかね。 上の方、はい、まず蛇行に関してはカ科,科の蛇行間のオスの蛇行成分蛇行線分泌物ですね蛇行線分泌物これを元とするお薬生薬であって共心作用がある共心作用があるあとは呼吸痛中枢を刺激して呼吸の機能を高める意識をはっきりさせるというものですね。 用いられていきますとあと五王ですね五、えー、王ですねはい、えー、これは牛科の牛の胆脳中に生じた血液を元とするお薬で強心作用のほか血圧降下、興奮を鎮めるといったようなですね、えー、ものがあるということですねまあ、この五王ですね五王の王、ね、私は覚えるときは王様の王でね、えー 捕らえましたねあの <coughs> ラオウって皆さん知ってますかねあのかなり古いですね北斗の剣っていうねあの漫画私が好きだと漫画あるんですけれどもラオウって言いましたよねあの貫禄え強い、えー、ね牛あれ牛に乗ってたと思うんですけどラオウってあのもうでも超強い牛ですよね、えー、その馬か馬、ま、ごめんなさいねあの いわゆる、まあ、何が言いたいかというと、五王っていうのは牛でも強い、超強いイメージですね。五王は牛、すごい強いイメージ。王様、王様牛みたいな、あなんかね。もう、北斗の拳の羅王すら、愛用しているみたいな。あの、そんな形でね、覚えました。ちょっと北斗の拳がちょっとわからないとですね、ごめんなさい、ちょっと。あの、いい例だったかわからないですけれども。私はあの、受験時代はですね、五王から、まだ、あ、こう、続いちゃうとね、なんか、やっぱ特徴。 どっか特徴があるやつをまず覚えたいということでね一番覚えやすかったのが五王ですねもう羅王みたいに強いやつが使っている牛このイメージですね五王と牛五王と牛ですね、まあ、王様の貫禄みたいなね牛の中の王様の王みたいな、えー、そんなイメージですねこれで覚えていったということですねはいこれに対してまあ六条ですね六条というものは科科のは まだ、えー、これ幼い頃のですね、えー、この角、えー、これを元とした幼い頃のこの角、えー、まあ若いから血気盛んなイメージですね若くて血気盛んなイメージですねだから狭心作用そう、えー、競争血行促進といったようなね若く血気盛ん、えー、そんなイメージでね六条を抑えていったと若くてほら幼い角ですね幼い角若いので血気盛んなんですね 血行促進とかね競争するとか、えー、そういった作用があるよということでしたね、えー、あとはですね、えー、その他強振成分以外の配合成分ということで真珠これ出ましたよね真珠出ましたねはいウグイス貝綾子貝真珠ほら出ましたねこれ真珠を多分問題ではわざと抜いたんでしょうけど問題ではわざと抜いたんでしょうけどね真珠バレちゃうからいいですね ただこれ見ておけば何とかかいと何とか甲斐甲ときたら真珠じゃないかというふうになりますよね真珠じゃないか一回でも見ておけば甲と言ったら真珠だということですね。とするとここだけ覚えておくとごめんなさいね授業中にこれはあのここまではやらなかった省いたわけですけれどもえさっきの問題は78番でしたかね <laughs>。 78番ですね,いいですね78番だったかなはいえー、このねちょっともうね見た瞬間こう覚えてなくて繊維を喪失しそうなんですけどこの「解」だけはねこの「解」と出たら真珠だろうと人工じゃないよと解の名前が入るはずだ真珠だということですね。 これを押さえていただくとこれを解いていただくとほら「D」が×でしょう「D が」が×そうするとこの2つしかないんですね「D が」が×この2つしかないんですねはい「D が」が×この2つしかないということですね。であと, A と「A」とこの「A」が判断できれば答えられた「A」が判断できれば答えられたということですね。まあ、逆に言うと「A」と「B」が知識あれば「A」と「B」が知識あればもうこの2つだけで問題解けちゃうと。 A と B が分かっていれば問題解けちゃうということですね分からなかった場合も D は少なくとも分かるということで50%になるんですね正解可能性は20%なんですけど5個あるから20%なんですけどこれ1個でも分かると50%に一気に跳ね上がるわけですねあの正解確率ということでねまあ諦めないでやっていくということですねまああとはこの C ですねやっぱり牛科の牛ですね 5O です強いイメージですね強いイメージ ラオウが乗ってる牛ですねもうしつこいですねラオウはしかも牛じゃなかったようなごめんなさい、えー、気がしますがもう,もう牛としてくださいラオウはですね牛に乗っていたんだというものとしてです、ね、押さえていただければというふうに思いますはいそれではですね、えー、続いて79番ですかね79番ですかね これなんかも、あの授業中申し訳ないあの扱わなかったんですけどおこれなんかはですねあの比較的、えー、基本的な問題というかあのこれを機に絶対あの同じ問題出たら絶対取るぞと本試験で同じ問題出たら絶対取るぞというようなですね、レベルの問題ということになります。はい、コレステロールについてですね、に関する記載でありますけれども、まあ、正解は4と今あこの溶けにくい物質ですよということですね。 そして低密度リポタンパク質という LDL とあるんですけれどもこれはコレステロールを何から何へというところですね肝臓から末梢の組織に送っていくよと運んでいくよというものだということです。でコレステロールという言葉ですねコレステロールという言葉ですね、えー、これなんかあんまりいいイメージで持ってない方いらっしゃるかもしれないなんか太るとかですね思うかもしれないですけどコレステロールっていうのは生きていく上で絶対必要なもの。 絶対必要なものなんです、ね、あの後でちょっと見ますけれども。でコレステロールの分類にですね、まあ、悪玉のものと善玉のものと悪玉コレステロール善玉コレステロールというですね2種あるんだということをまず押さえて頂ければと思います。ね、悪玉の方悪い方はですね、えー、これは肝臓から末梢にコレ,コレステロールを運んでいくということで末梢の方にねあのこれは行ってしまうコレステロールが行ってしまう。 肝臓にあってくれればこれ肝臓による何機能でしたっけ代謝機能によってえこれなくしていくことができるんですけれども末梢に運んでしまうということでこれは悪だなということですね逆に善玉は末梢にあったコレステロールを肝臓に運んでくるのでえ肝臓においてこれ代謝ができるということでですねえこれが善玉だよというふうにまず分類を押さえていただければというふうに思いますえー、っと 119 11ペ,ページで見ておきましょうか、高コレステロール改善薬ということでですね、はいえー、まず先ほど申し上げたコレステロールって必ずしも悪ではないんだよということですね、悪いんじゃないんだよということですね、むしろ生命に不可欠な物質なんだよと。 といいいいうことをまず押さえてくださいいいですねコレステロールがあることによって、えー、生命が成り立っている側面があるということで、えー、生体にはまず不可欠な物質なんだよなくなればなくなるほどいいではないんだよと、えー、まずなきゃいけないんだということですね。そして生み出す生産及び、えー、ごめんなさい酸性及び代謝というのは主に肝臓で行われると肝臓で行っていますよということですね。 でそこでここが問題に出たんですかね、えー。コレステロールは水に溶けにくいと水に溶けにくいということがある。で血液中では血小蛋白質と結合したリポタンパク質となって存在していますということですね。タンパク質と結合していくよということですね。で、えー、低密度タンパク質低いローの L ですね。とお高密度 はいですよね HDLLDL というものはコレステロールを末梢へ運んでいくということですね。高密度の方は肝臓へ運んでいくと肝臓へ運んでいくということですね。まあそんなことから、まあ、一番下のところですね一番下のところ、まあ、悪玉と呼ばれたり善玉と呼ばれたりしていると悪玉だったり善玉だったりするということですね。 で、えー、このおバランスが崩れていくと、えー、これは危ないぞということですね。バランスが崩れていくと危ないぞと。はい悪玉 LDL 悪玉の方が1 4 0ミリこれを超えてしまう以上以上ですね。で善玉が少ない4 0ミリグラムを 下回っっててししままうう未満にな善玉が少なすぎ善玉が少なすぎ悪玉が多すぎと悪玉が多すぎあるいは中性脂肪が多すぎと中性脂肪が多すぎまあ数まではまあいいかなと思うんですけど、まあ、悪玉は多い方がいいんですか少ない方がいいんですかってなると多くたまずいですよね多くちゃまずいですよね。玉の人が少なすぎるとまずい 中性脂肪は、まあ、多すぎない方がいいということでこれよくない状態ですよねよくない状態これを脂質異常というふうに言っていくと脂質異常症というところですねはい、えー、これもですね押さえておいて頂いければと思いますで高コレステロール改善薬というのは血中コレステロールの異常の改善 血中コレステロールのの異常の改善そしてその異常に伴ってですね手足の冷えとかしびれとかそれを緩和していくよと緩和していくよということですねこれが高コレステロール改善薬だよということですね。はい で一応ですねあの成分なんかもちょっと目を通しておきましょうかまたあの他の問題にね触れることによって知識をこうやって少しずつ得ていけばいいんですけどまあちょっと見始めたので見ましょうか。ソソイイスステテロローールルですねソイステロールというものはこれは腸管におけるコレステロールの吸収を抑える腸管におけるコレステロールの吸収を抑えると。 いうことによって改善を図っていくよ改善を図っていくよということですね <laughs> 120ページですね、えー、見ていただくと120ページを見ていただくとはいはいリノール酸などですね、えー、リノール酸など、えー、これは代謝を促す効果代謝を促す効果を期待しますと いうことですね、はいあとパンテチンパンテチン LDL 等の以下排泄を促進して、えー、これは HDL を高めるということですねほら悪いやつを悪玉をこれは排除して悪玉を排除していい人ですね善玉を多くすると悪玉を少なくして善玉を多くするというですね 悪い人を排除していい人をたくさんにすると、正義ですね。まさに正義、えー、ということですね。はい、ではあ続いてビタミンですね。えー、ビタミンビタミンが使われるということもあるんですね。えー、でそこでビタミン B2 よく出ますね。ビタミン B2 ね、B が二つあります。いいですね。ボビ B が二つビタミン B2 リボフラビン リボフラビンということでビタミン B2 いいですねあとはビタミン E ですねビタミン E ですね血行を促進するということでですね、まあ、結構いいみたいなちょっとダジャレですね結構いいぞということですねあの、えー、ビタミン E2 は血行を促進してくれる結構いいですねということですね はいそんなふうに覚えていただければというふうに思います。はい、えー、そして百二十ページですね百二十ページですねこの下の方ですね <laughs>、えー、コレステロールということでですねこれ、えー、確かあの第一回目の授業の時にですね第一回目の授業の時にこの高高コレステロール改善薬っていうのはですね痩せる効果っていうのがメインの目的ですかと。 いうことをですねこんなことを勉強できますよっていうふうに、まあ、申し上げた記憶があるんですけどねあのここに答えがあります。120ページの下から4行目ですね、はいえー、ウエストなどお腹の周りをですね減少させるなどの送信効果細み、えー、細くなる、えー、これを目的とする医薬品ではないというところですね、えー、これをあのご注意をいただければと思います。 高コレステロール改善薬を飲んでもですね全然ダイエットできないじゃないかと言ってね文句を言うというのは良くないということですねもうダイレクトに痩せるというお薬ではないですよということですねなので私たち自身も気をつけるとともに登録販売者としてはですね痩せれますよ痩せれますよなんて言ったらこれ嘘になってしまいますからあのこれは注意しなきゃいけないとむしろ正しく説明しなきゃいけないと ダイレクトで痩せれますというものではないんですよということですねじゃあ一体どういうものなんですかということですねじゃあ一体どういうものなんですかということで一般論の方に書いてあるということですね一般論の方に書いてあるということですね高コレステロール改善薬は詰まるところこれは食事療法とか運動療法の補助的な位置づけ補助的な位置づけに過ぎないんだと いうところですね。補助的ですよということですね。えー、これを抑えていただければというふうに思います。まあ、何がメインなんですか。メインとサブ、メインと補助だったとしたらメインになるのは食事をきちんとこう整えるというかね。まあ、ダイエットした、えー、したければ、えー、コレステロール改善したければですね。まあ、食事を気をつける運動をやるということですね。まあ、これは当たり前の方法ですよね。 ここれをやっていってていいいくださいよということうですね万が一にもね「えー、痩せますよ痩せますよコレステロール改善薬買ってください」みたいなねそういう言い方をしてはねあの、うん、まずいですプロとして絶対やってはいけないということですねはいえー、それではですね続いて80番ですかね80番ですかね はい、えー、次の記述に当てはまる、まあ、循環器用のお薬ということでですね、まあ、答えはこの説明の答えは3番ですよということですねはい指ででのとということですね。まあ、私はあの, <laughs> あの時にですねあの受験時代はですね指指でかいレノンさんということでね 指がでかいレノンさんあのこんな感じあのレノンさんがこうででっかいね親指をこうやっているねイメージ、えー、これでねあの覚えていったというかですねあの不思議な絵,絵ですよねレノンさんレノンさんともあろうものがね、えー、こう有名なアーティストその外国人のレノンさんなんですけど超ね音楽家の才能があってですね歌とかも上手ですね楽器の演奏とかもうまいみたいなねこういうレノンさんですね。 はい、歌なんかもですね頻繁に歌うものですからレノンさんですね指,指であのこうね OK みたいなサイズ出しながらですねあの余裕をかまして歌歌ってるということで,ですねあのこれはですね真筋がですねすごいやられるともうちょっと歌を歌いすぎてで,ですね真巾をです、ね、あの酸素いっぱいこう取り込まないとまずいということであの指でカレノンさんはです、ね、やっぱこういうことにこだわるんですね。 心筋のの酸酸素素利利用用効効率率ですね心筋の酸素利用効率いいですかレノンさんねあの有名なミュージシャンでねあの歌とかいっぱい歌うからこういったところに気を使うということで心筋の酸素利用効率を高めてですね収縮力収縮力を高めるということで血液循環の改善これが重要なんですねレノンさんにとってですね血液循環の改善これ十分すごく大事ですよね。 だけれどもこのレノンさんというのはですねレノンさんというのはですねあんまり子供向けの歌はねあんまり歌わないということでね子供には向かないよと子供向けの歌はねあんまり歌わない政治の思想とかね、えー、そういったものをねあの強く訴えるということでねあんまり子供向けではないということですね、えー、どうでしょうかちょっと <laughs> あまりねあの覚えやすかったかどうか私はこ,のこれでパチッと覚えたんですけどねこの指がでっかいレノンさんね もうこれ酸素の利用効率高めなしょうがないということですね子ども向けの歌は歌わないぞということですねもう血液循環もう音楽やっていく上で血液循環改善しなきゃしょうがないということですね、えー、そういったイメージでですね、えー、覚えさせていただきましたはい、えー、続いてですね81番ですね81番これもあのー 授業中ではっきりやらなかったので、全然解ける必要ないんですけど、ただあのこれ以降はですね。もう基本問題、このこの内容はかなり基本問題かなという風うにですね。あの思っております。あの以後はね。絶対解けるようにしてほしいということですね。ええと、a が間違いでなんですけれども、ま字のパターンですね。字のパターンですね。これ3つ覚えようということですね。3つ3種類覚えようということですね。いぼ痔切れ痔。 カスがたまるから炎症というパターン「イボじ」「キれ字かす」カスがたまって炎症というものですね。でおのおの「イボかく」ですね字の「かく」「かく」「イボイボはカク「かく」ということですね「かく」はいえー、列避けている状態ね避けている状態列行ということで「えー、キれ字キれ字ね、ろう」というのはこれが A ですけどこれが A で問われたやつですけど漢字であれしましたけどね「じろう」ね「じねいいですね まあ、カスねこれが A で問われていたということですね。かすがたまって炎症を発生している状態ということですね。まあ A はあこの A は正しくは「じ、まあ」地「かく」「かく」であるべきだったと。で「いぼじ」「きれじ」「かすがたまって炎症」ということですね。いぼじ「きれじ」「かすがたまって炎症」ということですね。はい。 えー、ちなみに、ですね、えー、この C に出てくるかな肝臓ですね、えー、肝臓を含むものについて、えー、注意が必要と、えー、いうことですね、肝臓を含むものについて、えー、注意が必要というのは、84ページあたりでしたかね、これ、違う薬のところだったんですけれども、84ページあたりですかね、えー、見ておきましょうか、これは肝臓、何に注意が必要でしたっけ、何に注意が必要でしたっけ、はい。 <laughs> いろいろありますよね、えー、これ賃外拠点のところでね出てくるんですけど84ページ以降ですねはい気管支を拡張させるうこうアドレナリンなんかですねアドレナリン作動成分なんか使いますよということをやりましたね。で、えー、エフェドリン、えー、あと魔王ですよね魔王などこういったものを賃外拠点の方で使われるまず気管支を拡張するっていうのがありましたね。 え続いて巨炭え炭をさらせるということでねあのグアイフェニシンとかですねシステインとかいろいろありましたよねあとブロムヘキシンですかブロムヘキシンといったものがあったりしましたで,であとは「で出ましたね鎮外巨炭の「D」抗炎症ということで抗炎症炎症を和らげるためにグリチルリチン酸ジカリウムなどがあるとグリチルリチン酸ジカリウムまあ,あとトラネギサムとかねトラネギサム ととかねあるということでしたこのグリチルリチン酸を含む生薬としてですね肝臓があると肝臓があるということですね。でこの肝臓は何に注意が必要だったかというとドドスステテロロンン症症ででですねねしたねいいです、ね、まあ炎症を和らげるということでトラネギさんもグリチルリチン酸あるんだけどまずプラスの側面も当然あるとプラスの側面が当然あると、まあ、炎症というプラス炎症を和らげるというですね プラスの側面あるけれどもマイナスとしてですねマイナスの作用としてマイナスの作用として976行目あたりからですかね976行目あたりからマイナスの作用ですかねギアルドステロン症を注意してくださいねギアルドステロン症を注意してくださいねということですね。ギアルドステロン症については47ページですかね2章のところで出てくるものと2章のところで出てくるものです。 でえー、肝臓については、まあ、注意がその他にもありましたよね、これは甘味料として使われるときもある、甘味料としてもう自然と取ってる可能性があると、自然と食べてる可能性があると、口の中に入れてる可能性があるということで、こう特に注意ですよということですね、お薬と併用してしまうと、ですねお薬もその上入れてしまうと、ですね多すぎ、飲んだ量多すぎということですね、この恐れがあるので、ですね注意をしましょうねということですね。 はい、この辺りもですねちょっと関連して復習しておけると復習というの、ね、えね、ー、押さえていただけるとですねどん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 こうやって枝葉が広がっていくわけですね超基本核の方を核的な知識を押さえていただいてそこにどん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 枝葉を乗っけていくということですねやり方を徐々に徐々に広げていっていただければというふうに思いますはいそれではですね続いて 82番ですかね82番ですかねはい泌尿器用のお薬ということで泌尿器用のお薬ということでこれもまさにねあのやっていませんのであの扱っていないのでね今これを通じて覚えていけばいいとこれを通じて覚えていけばいいですよということですねはいあのこれもね皆さんのイメージあれかなと思って。 これチチョレートっていう、ね、チョレレっってていいううねねここれれよく出るんです、ね、これ正しい記載ですけれどもあのー、これ皆さんね賛同いただけるかわかんないですけどこのねなんかイメージ的にはね芸人さんでね「チョレーイ」っていうのがねこう口癖の芸人さんなんかすごいテンションが高いなんかね頭に鉢巻き巻いたようなんですね「こチョレーイ」とかなんかよく、ねあのー、大,声大声で叫ぶというねその芸人さんのイメージですね「チョレーイ」とか、ね、もうね「チョレーイ」ってもう叫びすぎちゃってね口がかいちゃう もうなんて喉がもう,もう乾いちゃうことでですねちょれいちょレい言い過ぎてるということですねでもう体力もうテンションとかねもう関係ないともう体力にもね元気がない時もねもう,もうテンション芸人だからねちょれいって元気言うしかないともうね叫ぶしかないということですねだからねそんな人だからもうちょっとよく分かんなくなっててもうね排尿の異常があるということですねもう排尿異常ですねもうちょョいっと言い過ぎてね口乾いてるともうねもう体力かかわらず元気だと。 いうことですね、もう排尿ももう異常だということですねえこれらに対して使っていく貯蓮糖ですねレイ糖ということでですねそんなイメージでですね押さえていただければともちろんもっといい覚え方あればやっていただいていいんですよただ私はすごいパチッときたとこの覚え方ですねすごいパチッときたということでありますはいえそれではですね、えー、一旦、えー、休憩の方にですね入ります